想像図空飛ぶ車は飛行能力と走行能力の両方を兼ね備えた乗り物もしくは個人が簡単に利用できる空飛ぶ乗り物。ラソーティ・デ・ロペラ・イエヌ・エル・アン・ n l 2000フランスのイラストレーターアルベール・ロビダは1882年に発表したオペラからの帰宅の中で空飛ぶ車に乗って移動する2000年の人々を描いた。ロビダの空飛ぶ車は 何らかの技術によって飛行する魚雷系の乗り物である。1923年 SF 作家のヒューゴー・ガーンズバックはサイエンスインベンション誌の中で自動車とヘリコプターを組み合わせたヘリカーを発表した。構想によれば2つの車輪で走行し好きな場所に離着陸可能であった。ヘリカーは当時ニューヨークで問題になっていた。 交通渋滞の解消を可能にする乗り物として紹介された。ガーンズバックが設定したヘリカーの実用化年は1973年だった。20世紀に入ると原子力の利用が盛んになり、原子力自動車や原子力飛行機などのアイデアが生まれ、空飛ぶ車にも影響を与えた。1955年のスミソニアンマガジンは2000年には、 原子力で駆動する空飛ぶ車が普及しているであろうと書いた。1957年のポピュラーメカニクス誌にエアリアルセランと称される空飛ぶ車の記事が掲載された。開発者はスタンレー・ヒラーという人物で機体の前後にあるダクトファンで飛行する仕組みだった。この記事に影響を受けたサイエンスイビシとメカのマガジン誌は ラクトファンで飛行する空飛ぶ車のカバーアートを掲載した。日本においては1959年に小松崎しげるが大空のドライブの中でプロペラで飛行する空飛ぶ車を描いている。空飛ぶ車は未来を連想させる乗り物である。1999年アメリカ人ジャーナリストのゲール・コリンズは以下のように指摘している。 Here we are, less than, a month until the, turn of the millennium, and what, I want to k n o w i s what happened to the flying cars, we are about to become Americans of the 21st, short t i century, people have been predicting what we'd be like for, more than 100 years.And our experiments, don't entirely live up to expectations, our failure t プロデュースフライングカーズシームズライク、エーパティキュラー、ビトレイアルシンスイットアズソーセントラルツーアワーイメージ。我々はここにいる。ミレニアムの変わり目まで、残り1ヶ月を切った。私が知りたいのは、空飛ぶ車に、何が起こったのかということである。我々は、もうすぐ21世紀のアメリカ人になろうとしている。人々は100年以上も前から21世紀の世界が、 どのようになるかを予測してきたが、我々の周りを見渡す限り、完全に予測を実現できたとは言い難い。未来予測の中心にあった空飛ぶ車の実現に、失敗したことは、特別な裏切りのように思える。その結果、空飛ぶ車は、ホエアズマイフライングカー、という質問で、冗談混じりに言及されるようになった。 これは、現代技術がそれ以前の数十年間に行われた、未来予測に追いついてないことを象徴している。ピーター・ティール率いるファウンダーズ・ファンドは、空飛ぶ車を夢見ていたのに、手にしたのは140文字だというマニフェストを、サイト上に掲載した。ティールは、過去の未来予想に代わって到来した、情報社会は、新たな雇用を生み出していないと批判している。 空飛ぶ車は未来を象徴する乗り物であり古くから開発が行われている。鈴木新人は実用化可能な空飛ぶ車の条件として、車と同じ値段で購入でき、安全性が担保された4人乗りの小型飛行機を挙げている。ヘリコプターの専門家、マット・ガラットは映画に登場するような空飛ぶ車には、ある種の反重力が必要であり、 現在の技術で実現するのは難しいと語っている。方式としてはこの他に、鉄道でも考案、採用されている空気浮上や磁気浮上なども考えられるが、物理学者のロバート・エル・フォワードは、不要に反重力を使用した場合、乗り物の中にも反重力フィールドが及ぶため、どんなに車のスピードを加速したところで、 中の人間に影響は及ばず、もしそのような技術が実現されれば、交通に様々な革命が起きるという。1950年代には、飛行機と自動車を合体させた空飛ぶ車の一種で、ある空陸両用車が開発されたが、実用性に乏しく、広く普及することはなかった。また、同年代には空気を地面に噴射して走行するエアカーが開発されたが、 実用化されることはなかった。2010年代に入ると空飛ぶ車の開発が盛んに進められるようになった。2011年にドイツの E ボーロがマルチコプターに人を乗せる実験に成功。2016年にはアメリカのウーバーが空飛ぶ車を使ったエアタクシーサービス、ウーバーエールを打ち出したことで空飛ぶ車業界に人や資金が流入した。 空飛ぶ車はファンタジーや SF などでは一般的な存在である。SF 作品ではローターなどで飛行する乗り物ではなく車がそのまま空を飛ぶように描かれることが多い。ありがとうございます。